赤備の乱を豪族の力を借りて鎮圧した劉秀は皇武帝として即位し、都を洛陽に定めます。後漢王朝は40年にベトナムで起きたチュン姉妹の反乱を収めた後は豪族連合政権として安定を見せました。1世紀には東郷土が南北に分裂した木を捕らえて南を投降させ、北を討伐、さらに和の名国王に金印を送り、その権威を高めました。また91年には記事に西域都子が設置され、藩長が任命されてシルクロード発展の担い手となっていきました。しかし2世紀後半になると幼い皇帝が続き、内政不安定になる中、宦官が勢力を増し、儒学者官僚を弾圧するという東湖の禁という事件も起きました。こうした国政の乱れが184年の黄巾の乱を引き起こしたのです。この乱は全国に波及し、後漢王朝の根底を揺るがすこととなりました。ここに乱平定に活躍した豪族たちが台頭し、三国時代の幕開けとなります。